皆さんこんにちは、安部氏です。今回はミステリー小説ばかり買う人の購入本紹介1月2月編をお届けします。こちらの購入本企画はこれまで定期的にやってきている企画で、今撮影しているのがまだ2月の途中なんですけど、今月はもう多分買わないかなって思って1月と2月まとめて2ヶ月分お届けします。これ以降買った分に関してはまた3月分と合わせて紹介しようかなと思います。そんなわけで今回も最近刊行された国内作品、海外作品それぞれ購入しておりますので、ミステリー小説好きだよという方はぜひ最後までチェックしていただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきます。ということで今回も早速紹介していこうと思うんですけど、今回紹介する作品はこちらの8作品です。購入した作品に加えてご寄贈いただいた作品もありますので、そちらも合わせて紹介していきます。あとは購入本紹介で内容紹介ではないので、購入した理由をメインに紹介していきます。今回はまずまとめてご寄贈いただいた作品から紹介していきます。ということで1冊目の作品は岸優介さん、うさぎは白氷にかけるです。こちらは2024年3月4日刊行予定の1冊で、毎日新聞出版社様からご寄贈いただきました。ありがとうございます。こちらプルーフです。親子がハマった2つの冤罪をめぐる社会派ミステリー。こちらプルーフの後ろにあらすじが書いてあるんですけど、ここのあらすじを読んでみると冤罪とか復讐劇とかそんな感じのことが書いてあって、社会派ミステリー結構好きなので、この社会派な雰囲気もすごく伝わってきて、こちらは物語の一部を抜粋したバージョンのプルーフになっていて、まだね物語の途中なんですけど、ここまで読んだ雰囲気だと本当に冤罪が怖すぎるなって、もうとにかくねその印象がすごく強くて、ご寄贈いただいた作品ね、読んだ作品もありますので、ちょっとだけ感想も簡単にお伝えしていくと、いや怖かったですね。いや個人的になんですけど、今の時代を生きていてすごく怖いなって思うことの一つに冤罪があって、本当に何かのきっかけで自分に何かの容疑がかけられてしまった時に、その疑いを晴らすことって本当に難しいんだろうなって思って、やっぱりこの物語の中でも疑いをかけられてしまった人の言い分はもう一切通じない、一切聞いてもらえないっていうような状況とかも出来上がってしまってて、もうこうなってしまったらもうダメだろうなって、もうどうしようもできないだろうなって思うので、本当に冤罪だけはねもう本当に怖いなって思いながら生きているんですけど、なのでかなり震えながら読んだ前半になっていて、まだね全部読んでないので感想はねお伝えできないんですけど、もうとにかくね怖かったよって、もうめちゃくちゃ怖かったよっていうのだけね先にお伝えします。で実はね岸優介さん作品初心者だったので、こちらの作品を手に取る前にガラスのハンマーから始まる防犯探偵榎本シリーズをコンプリートしてから臨んだんですけど、そちらの作品もすごく面白かったです。特にガラスのハンマーっていう感じで、密室ミステリー大好きだよっていう、もう本格ミステリーが好きな方にはねぜひ推したい作品だなっていう、そんな作品で、そっから岸優介さんの作品すごく面白いって思って、あとスズメバチと青の炎、こちらの2作品も読んでいて、それぞれすごく面白くて、なので最近ね一時期もう岸優介さん祭りみたいな感じになってました。もうこちらの作品もまだ途中なので、もう本当に続きがすごく気になってるっていう作品です。黒い家、新世界より悪の経典、希代のストーリーテラーが満を持して放つ、これぞ現代日本のリアルホラー。父の冤罪を注ぐため青年は身命を賭して復讐を誓った。最後に暴かれるのは誰の嘘なのか。ここにウサギが書いてあります。続いて2冊目の作品は柏木慎介さん、革命の地です。こちらの作品は2024年2月に刊行された作品で、小学館様よりご寄贈いただきました。ありがとうございます。裏切りと破壊、薄汚れた時代をぶった切る盲目のハードボイルド、戒厳前夜の静寂は元刑事の爆殺で破られた。かつて公安のスパイだった私と過激派幹部の娘、運命の因果は30年後国家の謀略を誘い再び巡り出す。こちらの作品ご検本いただくときに作品紹介のご案内をいただいていて、そのね案内を読んだときに、三菱重工爆破、70年代ケロ集団、公安警察などなど、そういった感じの題材がこの物語の中で取り上げられていて、それらの題材を見たときに、これって最近ニュースになってたあの話題かなって、そういったニュース最近見たなと思って、
て一気に気になってしまった作品でした。同じく同封の案内に構想34年、執筆期間14年、うち開講期間4年って書いてあって、もうねその時点で衝撃的だったし、その事件そのものだけを扱ったっていうことではないんだろうなとは思うんですけど、長い時間をかけて執筆されて、でようやく刊行となったこのタイミングっていう、やっぱりねこの現実との偶然のリンクみたいな、つながりみたいなものに本当にもう震えました。テロ集団 VS 公安警察みたいなね、エンタメ作品としてもすごく面白そうだなっていう作品です。帯の後ろには物語のあらすじが紹介されています。平成末期、平成元年、開演前夜。こちらの作品は全部で407ページの作品です。続いて3冊目の作品は伊吹亞門さん、帝国用人伝です。こちらの作品は2024年2月刊行で、こちらの作品も小学館様よりご敬蔵いただきました。ありがとうございます。本格ミステリー大賞作家が放つ歴史時代ミステリーの最前線、来ました、伊吹亞門さん作品ということで、名探偵は誰とかね書いてあって、すごい気になる帯紹介になっているし、なんか先に表紙の紹介とかしちゃうんですけど、この表紙もねすごいおしゃれでいいなって思って、色合いとかもすごく賑やかで、こうドクロと書いてあって、後ろもねちょっとぐるって見ていくと、なんか飛行機でね爆弾が落ちてるのかなっていう、戦争なのかなっていうのと、いろいろ書いてありますね。歴史に名を刻んだ要人たちが登場する全5作からなる連作短編集になっています。内容紹介はこの帯の後ろに簡単に掲載されていて、一人の作家の生涯と帝国の攻防を描き切った前後話の連作短編集、時は明治、中川二房は文学で名をなさんとす、尾崎紅葉に支持すれど、執筆が叶うのは小説どころか三文記事ばかり。この日も簡易食堂に足を運び、ネタを探して与田話に耳を傾けた。個人的になんですけど、実在した歴史上の人物とかが登場するそういった作品すごく好きなので、そこもねすごく面白そうだなって思って。そして伊吹亞門さん作品といえばこちら、穂村と雪、最近読んでいて、いやこちらの作品もすごく面白かったってなった作品だったので、もうほとんどもう最近読んだなっていう感じで、で今回ねもう最新作が読めるっていう、それもね本当に嬉しかったです。カバーを外していくとこんな感じのデザインになっていて、もうハードカバーですごいねかっこいい雰囲気になってます。で背表紙こんな感じで、後ろはねこういったデザインですね。こちらの作品は全部で249ページの作品です。続いて4冊目の作品はルーバーニ、7月のダークライドです。こちらは2024年2月刊行の作品で、ハーパーコリンズジャパン様よりご敬蔵いただきました。ありがとうございます。23歳の夏、この罪を見過ごすことはできなかった。MWA 賞受賞作家が放つ、みずみずしい青春ノワール。ハーパーブックスからノワール作品の刊行です。こちらの著者のルーバーニーは、以前11月に去りし者っていう作品が刊行されていて、そちらも同じくハーパーブックスなんですけど、その作品が、このミステリーがすごい2020年版の海外編で第6位の作品で、この店にもランクインしていて、そちらの作品も気になっていたんですけど、今回はその作品から5年ぶりの最新長編ということで、いやこちらもねすごい嬉しかったですね。そしてハーパーブックスとノワール作品といえばこちら、 SA コスビ頬に悲しみを刻め、一番新しいこの店の海外編で第1位をね取っている作品で、こちらの作品読んですごい面白いなって思ったし、いやこちらの作品が1位に輝いたっていうこともあって、やっぱりねノワール作品今すごくその波が来てるなって思ってて、以前この店にもランクインしている作家さんの最新作だし、そういった勢いのある中でノワール作品を刊行するっていう、この上半期でも特に一押しの作品なんだろうなっていう、まあ、そういった雰囲気もすごく伝わってくる、いやもうねめちゃくちゃ楽しみな一冊です。 MWA 賞受賞作家が放つ青春ノワール、そう、あ、帯の後ろにすごい紹介されてました。翻訳ミステリー大賞受賞作、11月に去りし者ルーバーニーの最高傑作、ここに SA コスビーからの推薦文も掲載されています。こちらの作品は解説含め全部で430ページの作品です。はい、ここからは購入本の紹介をしていきます。続いて5冊目の作品は結城俊さん、ご褒美にはボンボンショコラです。
こちらの作品は2024年2月に宝島社より刊行された作品です。来ました、チョコミステリー。ミステリー好きだよっていう方には共感していただけるかなって思うんですけど、ミステリーといえばチョコ結構定番で、そういったチョコミステリーということもあって、せっかくならバレンタインデーに購入したいということで2月14日に購入してきました。そう、結城俊さんの作品、以前動画でも紹介している作品があって、一冊紹介みたいな感じで仮面家族っていう作品を紹介しているんですけど、そちらイヤミスでものすごく面白かった作品でした。なので仮面家族の結城俊さんの作品だと思って、こちらもすごく気になっていた作品でした。前回読んだ仮面家族はイヤミス、今回はね、このタイトルとかこの表紙の雰囲気からなんとなく伝わってくる通り、多分テイストは結構違うのかなって感じてて、すごい優しい雰囲気だったり、ほっこりするようなテイストのお話なのかなってっていう気がしてます。著者の結城俊さんの SNS の投稿でも、日常系ミステリーが好きな方、伏線いっぱいの小説が好きな人、そういった投稿されてるのを見かけて、それでも面白そうって思って、12人の悩める主人公とちょっと特別なチョコレート、優しさと偶然が織りなす心ほぐれる物語。あ、帯の後ろには第1章から第10章までの小タイトルが掲載されています。10章の物語と、そして点々点ってなっていて、でこのね、ペラってめくったところの冒頭の目次では、10章以降の章も掲載されてます。このね、表紙のチョコの感じとかね、すごいいいですね。ミステリーに出てくる定番のチョコレートといえば、そのチョコレートを食べてちょっと大変なことになってしまうみたいな、そういったチョコレートが多いんですけど、チョコミステリーということで、こちらの作品を読むときはちょっと特別なチョコレートを用意しながら、そのチョコレートを食べながら読んでいこうと思います。こちらの作品は全部で305ページの作品です。続いて6冊目の作品は、正木敏香さん、あなたが殺したのは誰です。こちらの作品は2024年2月に小学館から刊行された作品です。ここの帯に書いてある通り、50万部突破、三ツ矢田所シリーズ第3弾、こちら以前の動画の中でちらっと紹介していて、とても大好きなシリーズ作品の最新作ということで、もう購入してしまいました。 SNS の投稿をきっかけでこちらの作品刊行されるよっていうのを知ったんですけど、その投稿を見かけた時からもうすごいね、楽しみにしてた作品で、ちなみにシリーズの第1弾と第2弾がこの帯の裏に紹介されていて、第1弾があの日君は何をした、第2作彼女が最後に見たものは、このシリーズの特徴かなって思うんですけど、タイトルがね、とにかく気になるなって。今回の作品のタイトルも、あなたが殺したのは誰っていう、すごくミステリーっぽいなって思うし、とても気になるタイトルです。正木敏香さん作品で一番最近読んだのは、今からだいたい1年ぐらい前なんですけど、レッドクローバーという作品を読みました。そちらの作品も結構テーマはね、ずしんとくる感じで、すごく面白かったなっていうのを覚えている作品で、こちらのシリーズもちろんね、物語も面白くて、何より三ツ矢と田所のキャラ、このバディがすごくいいなって。この三ツ矢って刑事は、なんかちょっと空気が読めないっていうぐらい、それはどういうことですかって、それは何なんですか、どういうことですかって、もうどんどん突っ込んでく刑事で、いや、そのね、三ツ矢もすごいいいキャラで、そしてそのバディとして田所がいて、この二人のバディがすごくいいので、バディものの警察小説好きだよって方にはもうぜひ推したいシリーズ作品です。抗えぬ生と死を描く、著者の最高到達点、三ツ矢田所刑事シリーズ第3弾。こちらの作品は解説含めて全部で525ページの作品です。続いて7冊目の作品は、ビビアン・コンロイ、プロヴァンス邸の殺人です。こちらは2024年1月にハーパーブックスから刊行された作品です。来ました、ハーパーブックス2作品目。こちらの作品はもうタイトルがものすごく気になった作品でした。〇〇邸の殺人とかね、すごくミステリーだなって感じて、でこの帯紹介もう伯爵邸をめぐる殺人、犯人は招待客の中にっていう感じで、こちらからもすごく、ああミステリーなんだろうなっていうのが伝わってくるような紹介になっていて、もう今年は1月からこんなにねミステリーっぽい作品が出てきて、もうめちゃくちゃ気になった一冊でした。あと帯の後ろにも本文よりっていうことで、本文がね引用されて紹介されているんですけど、その中で、もうすぐ私は自分自身の家を手に入れることになる、それに自分の本棚も持てる、その本棚に愛してやまない
ないシャーロック・ホームズとギリシャ神話の本を飾ることができるのだという感じで、ホームズの記述が出てくるっていう、これもめちゃくちゃポイントで、すごく単純なんですけど、ミステリーが好きな主人公が登場するとものすごく嬉しくなるんですよね。あとはシンプルに本棚にミステリー小説が並んでる描写とか、あとは名作ミステリー小説のタイトルとか、そういった作品名とかが出てきたりすると、それだけですごく嬉しくて、なんかそういうのがねあります。この表紙に書かれているこの館、これがプロヴァンス邸なのかなって、ここを舞台に事件が起こるのかなっていう雰囲気ですね。あとはタイトルのプロヴァンスっていうのも、フランスミステリー作品紹介みたいな動画も投稿したんですけど、この舞台もね、あ、フランスなのかなって思って、それもすごく気になるのと、コージーミステリーっぽさも感じられて、それですごくね読みやすそうだなって思います。こちらの作品は後書き含めて全部で477ページの作品です。続いてラスト8冊目の作品は、青崎優吾さんアンデッドガールマーダーファルス2巻です。こちらは2023年の年間ベスト動画の中でも紹介している作品で、こちらですね、アンデッドガールマーダーファルスの1巻を読んでもう完全にハマってしまったシリーズ作品でした。あ、そうだ、こちらね刊行されたのが2016年10月に講談社から刊行されている作品で、こちらの1巻も2023年刊行の作品とかでは全然ないんですけど、去年のベスト10にランクインするっていう、まあ、それぐらい刺さった作品で、青崎優吾さんといえば最近は地雷グリコっていう作品が出てて、そちらもねすごく気になっていて、その作品をこう横目に見ながら、でもアンデッドガールマーダーファルス2巻気になるなと思って購入した作品でした。テレビアニメ化ということで、こちらは新内津軽ですね、テレビアニメ化第10版で掲載されています。これがねでかい帯のカバーなっていって、このカバーを外すとまた別の表紙が出てくるっていう、これが多分本来の表紙で、この表紙にこのねデカ帯カバーって呼んじゃうんですけど、このカバーがかかっているっていうような感じになってます。でこちらはこの一巻を読み終えた時に、なんか本当にミステリー好き全員がワクワクする展開になっているんですけど、ちょっと不説ってお話するとそういうことなのかなって思って、ものすごいねもうワクワクしながら2巻を手に取ってたんですけど、登場人物表がもう大変なことになっていて、これどうなっちゃうんだろうっていう、ちょっとニヤニヤが止まらない感じになっていて、で登場人物もすごいよってなった後に、フォックテイ見取り図っていうすごくねワクワクするイラストが描かれていて、それに加えて19世紀末ロンドンの地図もね冒頭に掲載されています。もう時代背景からもう何から何まで面白そうしかない作品です。こちらの作品は全部で326ページの作品です。はい、今回は海外作品が8冊中2冊ということで、ちょっとね少なめだったので国内作品多めかなっていう月だったんですけど、大好きなシリーズ作品の続編だったり、気になっていた作家さんの最新作などなどね、本当にいろんな作品があって読むのが本当に楽しみです。こちらの作品気になる、こちらの作品の感想を聞きたいですなどなどありましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。今回の動画面白かったと思っていただけた方はぜひ高評価を、これからの動画も気になりますという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。